こんばんは、龍が如く2続きやっていきます。よろしくお願いします。街をぶらつこうというところなので、蒼天堀ね、ぶらつきながら、サブクエとかクリアしていこうかなって感じだよね。ちょっと調べてというか遭遇すればいいよね。何かあるかなっていうのもあるんだけど、とりあえずやっぱり見つけないとね、いかんですね。これでもスナック葵に行ったら、お、誰かいる。スナック葵に行ったら強制的にストーリー進められそうな気もするんだけどね。できないのかな。キャン、あ、ユキコにいいもの。あー、恨み代行な。あったな、恨み代行。あと、ユキコにいいものか。ああ、これね。はい。知らねえよ。まあ、多分殴るよね。まあ、大体殴るからさ、あんまりセリフも、パッパッパーと見ていけばいいかなとは思ってるんだけど。今日はですね、そこまで調子が良くないので。でもだんだん良くなっていけばいいよな。梶原、風俗案内。キャバクラ2つ。ああ、ジョーね。なんだこれ。この人なんなんだろうな。なんか怪しいな。鍵があった。個室ビデオ。あ、これはもう無条件か。多分全部見てるからな。あいつら見つかんないな。川のほとりとかにいるとちょっと厄介かな。
ないな。鋼鉄デガース、黒帯、仕込み棒、やっぱそんなにイベントないね。あ？なんだっけこれ。ああ、ギャンブル教の人ね。1000枚のチップ。ああ。あれ、これでミッション1個クリアかな？ああ、クリアしてるな。あとはユキコと、ユキコな、なんだろうな、何食べるんだろうな、ネットで見ればすぐなんだろうけどな。ご注文。これ食全コンプリートってめちゃくちゃ大変だね。この効率の悪さというか。ここも入れるんだ。いらっしゃいませ。川かな、いないな。あー、ゴルフセンター、ゴルフセンターも誰かいそうなんだよな。いないかな。いたわ。よかった。寄ってよかった。施設の中か。施設の中にいるってことを考えると大変だな。小島、緑山ビルの2階、まあこのミッションクリアしたらもう先進んでいいと思うな。ミキはどこだ？ああ、よし。
ミキはどこだ？ちょっと待ってね。よどこにいるんだ？個室ビデオ屋の部屋5番。能力は20か。まだまだだな。15万。おい、大丈夫か？ん？受け取らないな。暗号は単価の数とかなんとか57577だから31。暗号って、なんだ暗号。暗号を使えるところってどこだ。ん？暗号？暗号が使えるところってどこなんだろう。コインロッカー。待って待って待って、ちょっとマップでリストで考えるか。夜遊び道場。ん？なんだこれ。あ、あれか、無料案内所か。わかんねえ、なんだろうね。31？ちょっとわかんないな。これコンプリート。これこれ無理だろうな、普通にやったら。いや、でもまあそこそこやってる方だけど。待って待って、もう一回聞こうか。暗号、あ、聞けない、聞けないか。暗号？暗号って何なんだろうな。あ、なんかやらないとダメだ。でも、なんだろう、何をするんだろう。何かをしないと先には進めないな。暗号、
アイテムいっぱい持ってんな。ユキコのやつもなんだろうね、ドンキとか行かないといけないでしょ。まずアイテムを整理しよう。で、川辺をちょっと歩いて、なんかいろいろわかんないな。暗号だけわかんないな。あれ？伝説の堀氏的な？あれかな？ゴーダに掘った炭じゃないですか？それを捨てたら後悔するんじゃねえのか。なやと？それ入れ墨の死体だろ。しかも普通の図柄じゃない。なんであんたそれを？よっとして筋もんか。まあ近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。師匠、これあいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。わしは古くから大阪でこの商売してる四代目風堀って堀氏や。さっきは世話になったな。そうか、じゃああんたが関西を代表するあの風堀さんってわけか。なんや、わしの名前知っとったんか。ああ、俺の背中を掘ってくれた師匠から聞いたことがある。やっぱあんたも背中に、背負ってんのか。ああ、二代目歌堀って堀氏に、掘ってもらった。歌堀ってあの、知ってるのか。当たり前や。和堀の世界は広いようで狭い。名のある堀氏っちゅうのはみんな知ってるもんや。ああ、あの絵のことか。これはうちの一家に伝わる竜の指定でな。代々風堀を継承したもんにしか。俺にしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、四神の長と呼ばれる伝説の竜、交流や。この死体はうちの一家に代々伝わる家宝なんや。そんな大切なもん、どうしてあんたは捨てようとしたんだ。それはどうしたんや。どないしたんや、アキナ。師匠、兄さんが突然やってきて下へよ。なんやと。どうしたんだ。うちの一家の一番弟子の兄さんが下へを持ち出してしまったんです。
どういうことだ。実はわしがあの絵を捨てようとしたには継承のことでうちは揉めつとったからなんや。継承か。詳しく話そう。実はわしは今すぐにでも引退して跡目をこのアキラに継がせようと考えとる。彼女に。せや。だがわしらの世界も男社会や。兄弟子であるサトシがそれをよくは思っていない。サトシ。さっき死体を奪っていった人です。私の10年上の兄さんになります。あんたもその筋の人やったらわかるやろ。銃も年の離れた、しかも女に頭こさえたんじゃ。男としてのメンツが立たない。それでもあんたはこのアキナさんに後を継がせたいんだな。そうや。堀氏ってのは腕や技だけやない。掘った人間、掘られた人間の生き様が浮かび出る絵を掘って初めて一人前や。サトシはまだその領域に達しておらんのや。師匠、でも私は、わかっとる。だが残念なことにこのアキナには後を継ぐ気はないんや。どうしてだ。わしにも話してくれんのや。だがアキナが後を継がないからといって半人前のサトシに、五代目風彫りを継がせるわけにもいかん。そうか、だからあの絵を捨てようと。ああ。だからサトシは死体を奪い、強引に五代目を名乗るつもりなんや。どないしたんや、あんた。俺にもあの死体と似た絵柄の彫り物がしてあってな。え、まさか。そうだ。竜の彫り物だ。なんやと。わしの聞いた話じゃ、歌堀さんは20年前、登場界のある男に自身の最高傑作と言われる竜を彫り、それ以来竜の入れ墨は彫ってないはずや。私もその話知ってます。それじゃまさかあなたがあの、桐生一馬だ。昔、登場界という組織にいた。なんやって。俺は歌堀の師匠から、彫り物の大切さや重さを聞いた。だからあのサトシってやつの考え方は許せない。俺が死体を取り返してくる。そうしたらアキナさん。あんたもなんで後を継げないのか教えてくれないか。わかりました。兄さんは小福町から横道に入ったところにある雑居ビルにいると思います。わかった。兄さん。小福町。あかんわー。あかんわーってずっと言ってるな。龍が如くワンだと、飯だよ、飯っていうのがね、あったけどね。やりましたね、兄さん。ああ、これで五代目、風堀を名乗れる。ああ、もう明らかに喧嘩の人ですね。あとは名声で大阪の連中が俺のところに集まるさ。お前がサトシだな。なんや、お前は。よし、頑張ろう。よし。おお、なんかいい技になってる。ああ、なんかあれ聞いてんのかな。あ、聞いてるな。でも追い打ちができなくなったんだ。くそ、何もんや、お前。キリュウさん。あんたの下へ、して、あんたの下へ取り返したぜ。くそ、この老いぼれが女になびきやがって。
サトシ、お前には分かっとらんのや。本当の入れ墨注文が。何を今さら。お前は小手先の技術ばかり身につけ大事な心を学ばなかった。それがアキナとの技量の差や。アホ抜かせ。入れ墨ってものは、掘られた人間の一生を変えてしまう。腐ったチンピラ相手にばかり掘って金を稼いでいたお前は、所詮その程度のもんだってことや。掘って掘られて入れ墨はその人間の一生をかけて育てていくもんなんや。じゃあ師匠、あんたが最後に光竜を掘った男は立派やったっちゅんか。誰なんだその男は。まあでしょうね、ゴーダリュウジや。なんだと？ははは、そうだよ、あのゴーダリュウジだよ。あんな荒くれ者に掘っておいて何ご立派なセリフ抜かしてんねや。違うんです。あの竜は師匠が掘ったものじゃありません。なんやて？あの氷は、はあ、すげえな、アキナ。マジ。10年前、ゴーダリュウジを初めて見たとき、わしは衝撃を覚えた。この男は、わしの生涯最高の下地になる男やと。そして、代々伝わるあの竜を、掘ることを決めたんや。せやけど、筋彫りしようとしたとき、わしの手は、動かんようになってしもうた。そうなんです。だから私が、その続きを師匠に代わって掘ったんです。じゃああの刺繍はお前が。私はその後刺繍の力を知り、違うな、怖くなりました。ゴーダ竜二は近江連合という組織での力をつけ、頂点にのし上がろうとしている。まさか自分が掘った人間がそんな風になるなんて。飽きないよ。だが、それがお前の力なんや。堀氏の本文は掘った人間を大きくするってことなんや。じゃあ、あんたが後を継がないってのもそれが理由なのか。はい。私はもう人を掘るのが怖いんです。アキナ。これ、極めだったら全部ムービーっぽいね。これが、あのダブリさんの、竜。俺はこの竜を背負ってから、多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は、竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て、運命だったと思ってる。あんたたちがゴーダリュウジに掘ったのは、間違いじゃない。キリュウさん。力を持った人間は、よく道を間違える。だから人間なんだ。だが、その道を正すのは、あんたたちの仕事じゃない。あんたたち堀氏には、掘った男の顛末を見届けることしかできない。アキナさん。もしあんたに堀氏としての責任があるなら、風堀を継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。キリュウさん。それじゃあな。キリュウさん、私もう逃げません。五代目風堀を継ぎます。ありがとうございました。これであれなんだ、ショーが終わるんだ。そうなんだ。
鉄の掟。朝か。さあ、行くか。どうした？昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ、私が人言派の生き残りじゃないかと思って。どういうこと？ママの言っていたことから推測して、私の両親が二十数年前東条会に殺されたとするなら、両親は東条会に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃない？お前も人言派の生き残り？そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。課長の話者とその村井って男は新生町にいるそうね。ええ。ん？変な走り方。関東にはない独特な雰囲気。古き良き大阪の街と言えるわね。桂馬という店だ。しらみつぶしに探すしかないわね。ここ歩けるんだ。うん。でも狭いね。路地があるな。ビリケンだ。いけない。ありそうだけどね。こいつ、あれなんでだろう。なんで戦わなくてオッケーなんだろう。あれ違ったわ。この人か。あの人だったような気がするな。この人自身がもう村井だったような気がするな。将棋で勝ったら。マジ。俺将棋下手ですよ。なんか見てんの好きだけど。ん？
ちょっと待って。そうだよね。そう来るか。制限時間、ちょっと待って、むずいんだけど。違うな。違うな。制限時間があると結構焦るね。待った。そうなるのかな。ほうほうほう。どうしたらいいんだろうな。全然わかんないな。ちょっとわかんないぞ。制限時間がなければゆっくり考えられるんだけど。うわ、間違った。あった。わかんないな。ほんとわかんない。取られるな。
うわ、死ぬ。あ、もう待ったいけない。そっか、まずいことした。下げさせて、大手。ああ、積んだ。これ勝つまで？あ？同じやつ、同じやつか。そうね。そうね。わかんねえな、マジで。聞いた。さあ、こっから。こっからなあ。そうですね。わかんねえ。お、やべえ、死んだ。そうなるよね。
意味ないのか。大手。5秒。むずくね？全然わかんないんだけど。ヒントない。ヒントがない。詰まれるな。陣形は崩したけどもみたいな。これなんかいけそうな気もするけどね。銀。そうなるよね。これはなんとなく分かったな。もうダメだ。もうダメだな。王手。おお、マジ死んだ。王手だからね、動けないわけだ。
いやー終わったー、マジで。あれ勝ったか、勝ったな。あれ勝ってなかった。あれ勝てたんじゃないかな今の。聞いてるな、ちょっと待ってね。あー戻れないか。勝てたんじゃないかな今の。ああ終わった、マジか。しくじったな完全に。それあれは完全にしくじったね。終わった、終わったろ。いや最後しくじったな。ちょっと待って、これ勝てないんだけど。勝てないんだけど多分。究極将棋の本、これを読むとなんか、あ、そういうことではないのか。なんかいいことが起きるんじゃないの。第8枚払おう。ああビリケンいたね。リガネだな。なんやお前ら。
わしもう十分償うたで。ああ、逃げる。倒れない相手にすげえ有効だな、これ。動くんやない。黄色の絆創膏を貼った双眼鏡がその中に1個だけあんねん。通天閣。あー、なんかホルモン食べたくなったな。うまそう。いらっしゃいませ。通天閣へようこそ。黄色い絆創膏。あるね。ラグーナ。もしもし、桂馬の件で聞きたいことがある。通天閣の階段の数を言え。それは、わかるわけがないなぁ。通天閣の階段の数、うん、503。キノワグマインテスティン3回目。ホルモンか。ああ、ビリケンだー。ホルモン屋は怪しいよな、普通に。
ホルモン屋じゃない？あ、ホルモン屋じゃないな。なんかでもここなんだ、薬局か。あ、薬局。いらっしゃい。ただの冒険コース。鍼灸院、鍼灸院。ちょっと待って。月のワグマ3回目。超だから多分ホルモン屋、ホルモン屋だと思うんだよな。ホルモン屋あるな。あ、鍵が。いらっしゃいませ。ああ、月のワグマのホルモン。はあ、そんなものあるわけないやろ。何ほざいとんねん。いらっしゃいませ。え？あるよ、でも。これ3回か。しゃあないな、ちょっと待っとれや。お待ちとおさん。う。リューマの駒。ん？地下入り口の男なんていた？ちょっと待って。ドーン。ホルモン食べたいな。でももう夜だから売ってないな。ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。俺は昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の矢蓋は58馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で矢蓋は負けた。43に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、ヤブタはなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。父兄の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。
神言派のことをお聞きしたいんです。二十数年前の神室町での事件、覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時、現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。ヤブタは名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします、教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。あれはクリスマスの夜やった。クリスマス、お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた三人が運よく生き残った。ああ。あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど、本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして。仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの。ちゃう。キムデジンとジヨンミンやない。キムデジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの。実はあと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供。
の森。急所が外れて、わしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらって、こうして生き延びとるんや。じゃあ佐山の父親は、ジンゴン派のボス。その後、ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは、自分が助かりたいために、その親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで、子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが、顔はよう覚えとる。ひげを生やした男やった。それは風間の親さんだ。え？俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないよ。人言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだとも。あんたにはお礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に郷田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ、郷田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。さあ、バトル。うわ、めっちゃ投げてくるやついるな。なんだ、ライダー。なんかめんどくさいやついるな。カップ麺30円。マジそんな安いの？会長の居場所を言え。しっかりして。
神言派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が、人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったが、間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに、娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。大阪の城。12章か、もう終盤だね。話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は道島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの孤児院ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人田室町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違う。俺は気になっておやっさんの後を追った。おやさんは組の指示に逆らって神言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。カズマ、やはり罠だったんだな。待て、そいつは東条会の人間じゃない。
風間さんが危ないと思ったから。風間のおやっさんは俺を助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだ。俺を撃たないのか。どんな償いでもすると言ったろう。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。罪を償うから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。すんません。頭に巡るのはお前の笑顔。そばにいてやれないパパでごめん。毒。なんなんこれ。なあなあ。あ？おう。おう。おう、あれ。おう、あれ。
おお、マジか。合流会は通天閣のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々奴ら使うて大騒ぎしとってやないか。まあ、ほとんどが空騒ぎで終わっとるがの。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったの。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。こいつつこて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな戦国。桐生っちゅうやつ半端なことや倒れんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、薫のことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことより、これこれは。ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。彼女来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。戦国を探せ。くれぐれも、でもあれだな、回復しとるわ。聞き込み？聞き込みとはいえ、みたいな。まあなんとかなんのかな、みたいなところはあるね。ドンキーで、あれかな、猫のなんか食べそうなもの買ってくるか。アイテムは余裕ある。なんだろうな、ドッグフードとか食うのかな。
いらっしゃいませ。ドッグフード、あーでもそんなもんだな、そんなもんしか食べ物はないな。なんか買ったな、ドッグフードと、あ、キャットフード。キャットフードは食わなかったんだよね。だ案外たこ焼きとかおでんとかそっち系かもしれないしね。高級傘、あ、鉄の傘来たぞ。平常士の手ぬぐ、あれ鉄の傘来た。間違った、違う違う、セーブじゃない。ペットにトラコを取るね、トラコを取るか。あー、いなくなってるわ、残念だ。というか、やってないのかもしれないな。ばあさん、新成長、あー新成長、新成長行ってみようか、行けるかな。いける。で、バーどこにいんだろうな。わ。バー見つかる気がしないんだけど。これバーいないな。というか多分サブイベがキャンセルされてる可能性もあるな。いやバーいないだろうな、これ。多分キャンセルされてるんじゃないかな。
ないな。川？なんだろう、ヒントくれる人いないな。あー、うん、え、なんかいないんだけど、ヒントくれるような人が。チョコたこ焼き、あれいないね。戦国情報が必要だな。そうなんだよね。情報屋とかいたっけ。もしくは町の聞き込みだと思うんだけど、聞ける人がいないんだよな。え、出てないね。なんか緑のマークついてる人。なんか多分キャバレーとかいると思うんだけどな。なんでフラグが立ってないんだろう。グランドかな。グランドの中くらいしかないなと。店内改装中。え、戦国のヒント何にもないんだけど、どうなってんの。
なんだろうな。派手な喧嘩多いな。話聞ける人がいないんだけどな。鍵がなんかめちゃくちゃ見つけるね。キャバクラ？全然いないんだけど。なんかノーヒントにも程があるくらいいないな。あ、いた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 。見つかんなかったこいつだ。こいつだ。これで。わしも探してみます。さかい、まあでも一つ勧めだな。ここもいなそう。また誰か一人新たに現れたのかな。これ全然関係ないと思うな。プライムは全然関係ないでしょう。情報が必要なのは分かってんだけど、葵行ってもしょうがないけど一応聞くか。何もないね。あー来た。飛竜だな。お前は誰だ。なぜこの番号を。うん、そんなことはどうでもええ。ハルカを救いたければ指示に従え。ハルカはどこだ。無事なのか。質問は受けん。ハルカに会いたければ今から横堀ゴルフセンターに来い。ようやく。身代わり石。
気がないな。奥で男が倒れている。ここの店長か。広島弁の大男、あれかな、寺田？違うか。寺田、ん？寺田ってどこで復活するんだろうな。ゴルフクラブで極め出したいんだけどな。蒼天堀の川沿い。いるなあ。ちょっと待って、降りるとこないの？あー、なるほどね。遥かはどこにいる？答え次第ではお前が川底のヘドロになるぞ。江崎。新生町の鍼灸院。はいはいはい。なるほどね。待って待って。これであれか、なんかサブクエがちょっと復活してんのか。多分あれかな、ポケットティッシュ持ってればっていう話やね。どうしましょうね。今日もう2時間やったんで、この辺で終わりにしましょうかね。はい、ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。